はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。今日はですね、僕が代表を務める N フラワーデザインスクールの本部講習会が行われました。今日の本部講習会のテーマは、こう葉物に花一種類だけを合わせてアレンジメントを作るというテーマで行いました。中にはね、こう葉物で花を作って、その花を全く入れないで葉物だけのアレンジメントにされた管理さんもいらっしゃいましたけど、まあ、今回ね、僕はこれ、作りました。花1輪ストレッチャーだけを使って、まあ、あとはリーフで構成してます。まあ、花は1種類ということですので、別に1本ではなくてもいいんですが、今回僕はね、1本で構成をしてみました。そしてその中でですね、今日説明させていただいたのが、このね、アクセントライン、知ってる人は知ってるかもしれませんが、僕の著書の中の一冊に、この花のアクセントラインとアウトラインじゃなくて、花のアウトラインとアクセントラインという本があります。この中で、こうアクセントラインを変化させることによって、一つ同じアレンジメントがいろいろ変化していくっていうね、ものがこのアクセントラインの効果としてあるんですけれども、その効果を今回はこの3つのアクセントライン、ドラセナと赤ドラセナですね、それからソンゴビンディアドラセナですけど、これもあとモンステラ、この3つのアクセントラインを動かすこと、他の花材は動かしません、一切動かすことによって、いろんなアレンジメントにこちらを変化させていくというのを、皆さんに見ていただきました。なので、そのレッスン内容をですね、これから本部講習会の、この内容のちょっと要点的なものは、N フラワーデザインスクールの本会員さんには、その N フラワーデザインスクールのホームページの中で、皆さんに動画で見ていただけるようにしましたので、ぜひね、その動画の方をご覧ください。そうすると、この内容というか、このアレンジがどのようにね、こうどんどん変化していくかが分かっていただけると思います。まあ、一つね、一箇所だけやらせていただきましょうか。ここでね、例えば今これ右に流れたアレンジになってますよね。これアクセントラインをちょっと動かすと左流れになります。はい、これで左に流れたアレンジメントが出来上がりました。このようにアクセントライン、他にね、まあ、これはちょっとした効果を今お見せしただけですけれども、これだけじゃなくて、もっともっとうんと変化します。それは、N フラワーデザインスクールのこうサイトの中でね、チェックしていただければと思います。では今日のね、このね、 YouTube フラワー TV を見ていただいている方には、今日ね、行われた講習会の実際ね、うちの会員さんが作った葉物フラワーアレンジメントを見て楽しんでいただけたらと思います。ではね、早速そちらの作品をご覧ください。どうぞどうぞ、じゃない、では行ってみよう、行くぜ。はい、うちのね、会員さんの作品はいかがだったでしょうか。素晴らしいと思いませんか。これはっきり言って、僕このシステム、 N フラワーデザインスクールの N スタイルっていうシステムを全部作ったんですけど、カリキュラムも全部作ったんですけど、これね、ほんとすごいカリキュラムです。
まあ、実際ねその一部がこうやって一般発売の著書になってね、5冊ぐらいの著書にはなってるんですけれども、まあ、その中にもね N フラワーデザインスクールの形とかいろいろ書いてありますけれども、まあね、実際にこの本だけで練習勉強される方とあとこのスクールに通う方とでは全然こうやっぱり力の差が出ちゃうんですね。でうちのスクールは、まあ、全国にはまだないんです。全国にははっきり言ってないんですけど、まあ全国区にこう網羅してます、はっきり言って、なのでまあただね何人かねどうしてもスクールがなくて先生うちの県にスクールできませんかなんていうこうお問い合わせたくさんいただいてます。本当申し訳ないと思います。なのでもう本当はね全県に1人ぐらいずつは必ずこう先生を作りたいと思ってますけれども、ちょっとまだそこまでね達してませんから、まあ一番近いねところにいる先生のところに、通っていただければいいと思います。とにかくうちの講師陣ものすごく今力あります。ぜひ N フラワーデザインスクールのテクニックで楽しいねフラワーライフを過ごしていただけたらと思います。それでまたねうちの講習じゃなくてうちのスクールのモットーは、まあ、楽しくなかったら花じゃないっていうのがモットーです。というのお花ってこうやっぱり楽しい気分で生きるのと悲しい気分で生きるのとでは全然出来上がるものは違いますので、ぜひね皆さん楽しんで講習をしていただけたらと思います。では今日の動画をこれで終わりにしたいと思います。また次回楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこの動画の中にあるチャンネル登録お願いしますっていうのがどっかにあります。その中をクリックしていただいてそこからチャンネル登録をすることができます。またスマートフォンやどうしてもそれが見つからないという方は下のリンクにチャンネル登録をするところがありますので、そこをクリックしていただいてチャンネル登録していただけたらと思います。ではですねチャンネル登録者も増えるといろいろできることが増えますので、ぜひ一人でも多くのチャンネル登録をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。